もう5年ぐらい前になるが、姉が離婚した時の話がすごかった。姉夫婦は子なしで、原因は義兄にあったらしいが、義父さんからは姉ばかりが馬爪扱いされていじめられたらしい。そんな時、義母さんが随分姉をかばってくれたらしくて、味方がいることでどうにか耐えられたと言っていた。その義父が交通事故で亡くなり、義母さんと3人で暮らすようになってからは、少しは安穏な生活になったようだった。が、3年ぐらいしかそれも持たず、義母さんが自転車で転んで腰を圧迫骨折して3ヶ月ぐらい入院した後、自宅に戻ってきたが、ほぼ車椅子状態。姉は、義母さんにはいつも助けてもらったからと仕事辞めて専業になった。最初のうちは伝い歩きぐらいはできてたそうだけど、だんだんと足も弱ってきて、徐々に厳しい介護になってきたみたいだ。そんな風に、姉が義母さんの介護をしてる間、夫である義兄は職場の女と不倫していた。何年か経って、姉も義兄の浮気に気づき失望したらしい。そりゃそうだ。自分の母親の介護をしてもらっておきながら、外の女と浮気かよって、男の俺でもそりゃムカつくわ。その頃に、一度だけ、姉から話を聞かされたことがあった。俺は、義母さんなんかほっといて離婚しろよって簡単に言っちまったが、姉は、義母さんには恩があるって言って、離婚は今はしないって言ってた。だから、いつになるかわからないけど、見送ってから離婚するんだろうなと思ってた。で、結局、何年か経って義母さんも亡くなったわけだが、亡くなる少し前に、姉に封筒を渡したらしい。結構分厚い定型外の封筒で、自分が死んだら開けなさいって言ったそうだ。封筒に入っていた手紙には、本当ならさっさと離婚して、新しい人生を切り開いた方が良かったのに、自分のために離婚のタイミングを失わせたって、謝罪の言葉があったそうだ。その封筒の中には、義兄の不貞の証拠が目いっぱい詰まってた。義母さんは、自分が死んだ後、姉が離婚する気でいることに気づいてて、そのための証拠をこっそり集めてくれてたんだって。義母さんの妹さんが頼まれて、いろいろ暗躍してたようだ。おまけに、義母さんは、相続も、姉と妹さんに残すと、公正証書遺言っての作成してた。公証役場には、姉自身が運転して司法書士、3月競って行ったらしくて作成したことは知ってたらしいが、5歳さんだから、難しいことがあるんだろうな、ぐらいにしか思ってなかったそうだ。義母さん、5歳さんだってことは姉も知ってたそうだが、義兄との養子縁組はしてなかったみたいだ。だから、母親の面倒を見てもらってるのに、平気で浮気なんかできたんだろうな。養子縁組をしていなかった以上、もともと、義兄には相続権はないらしいが、義兄は、女に、貢ぎまくりであんまりお金持ってなかったけど、母親の遺産が来ると、とりゃぬたぬきの川残業してたみたいで、何にももらえないと、知って呆然。さらに離婚と慰謝料請求されて呆然。女にも捨てられて、真っ白な灰になっていた。話を聞いたとき、姉にとっては、ありがたい話なんだろうけど正直言って、俺、義母さんの長年かかっての息子への復讐だったみたいに思えたわ。ああいう義父さんの血が流れた息子だから、そうなるような歴史があったんだろうな。ま、姉は、姉で男を見る目がなかったということだが。